どうもエルザレットです。今回は風化と打つ方の秘術とバンカラー街の関係についてです。なぜ二人の秘術は危険生物を従える必要があるのか、またバンカラー街と秘術はどう関係しているのか、この点を考察していきたいと思います。今までのスプラを振り返ると、脅威といえばタコ軍団、鮭、練り物だったので、ここに来て海の危険生物が出てくるのは気になりますね。それでは早速考えていきましょう。まずは秘術についてですが、風化はサメ使い、ウツホはウツボ使いと明言されており、サメとウツボに関する秘術になるかと思います。ウツボの秘術らしきものも映像で目撃されており、攻撃する手段のようにも考えられます。サメに関しては新スペシャルのサメライドのみですので、もしかしたら巨大なサメライドが来るかもですね。いずれにしても敵対した相手に強力な攻撃方法であるのは間違いありません。またウツボのシーンが秘術と仮説した時、ウツボ自体を操るのではなく、特殊なインクで再現したウツボを操っています。自分の思い通りに相手を追いかけるのであれば、イカたちのスペシャルナイス玉の強化版のような感じとなり、かなり強力な秘術になります。また2色で構成されているところも気になるところですね。ここからは想像を交えてまとめていきます。なぜバンカラ街のメーカーはこの秘術を海に伝承する必要があるのか、それは種族統一のためかと思われます。まずバンカラ街は混沌の町と呼ばれており、他の町に比べ種族が入り乱れています。スプラ1ではインクリングとクラゲとお店の人たち、スプラ2ではイカタコの共存、クラゲとお店の人たちとなっており、そこまで入り乱れていません。なんならイカタコ以外は数えるほどしかいません。ですがスプラ3ではイカタコは最初から共存しており、さらに深海生物や主人公が連れてきた小鮭と他の町に比べかなりごちゃごちゃしています。混沌の町のゆえんはこの多種族共存のことかと思われます。そんな多種多様な町ですが、この共存が秘術の伝承につながるのではと考えます。まずはバンカラ街ができるまでを想像してみます。タコに海面の上昇によって土地が少なくなっていることから、イカとタコがオーナー張り戦争を起こしています。この時はイカとコの海がメインで書かれており、クラゲや深海生物など他の種族は詳しく書かれていません。書かれてない理由は、スプラ1とスプラ2の舞台がイカたちの中心地であるためです。そのため他の種族が圧倒的に少ないのではと考えます。ということはイカタコ以外の種族は当時別の場所にたくさん存在していた可能性があるわけです。さらに海面の上昇で生存が難しいとなれば、イカタコ以外の生物も危険にさらされているはずです。そしてその生物が逃げてきたのがバンカラ地方だったのではと推測しています。ですが当時はイカたちはこの世界の大部分を縄張りとしていたため、他の生物を受け入れたとは考えにくいんですよね。イカの生態的にかなり縄張り意識高いですからね。そう考えるとバンカラ地方でも独自の戦争が起きたのではないかと思います。しかもイカとタコだけではなく深海生物もぶつかったのではと。そこで秘術の登場になるわけです。秘術にはサメとウツボという2種類が用意されてます。実はイカとタコそれぞれの天敵なんですよね。イカの天敵はサメ、タコの天敵はウツボ。この敵対関係を風化とウツホで見ていくと、タコの風化がサメを使い、イカのウツホがウツボを使う、それぞれ敵対している秘術を扱っているんですよね。このことから秘術は相手を倒すためのものだと考えられます。天敵を扱えるとなれば有利にバトルを進められますからね。秘術の誕生は相手を楽に倒すための独自の方法だったのではと思います。ですがここで一つの問題が生じます。イカとタコそれぞれは対策できますが、深海生物たちの対策はできていません。屈強な体を持っている生物もいるので、インクで倒せるとも限りません。ではどうやって深海生物たちを抑えたのか。ここで重要になってくるのがマンタロウです。
マンタロウはオニイトマキエのマンタです。このマンタがまたイカとタコとは違って海では重要な役目になります。実は哺乳類以外の天敵がほとんど存在しないんですよね。サメでさえ襲ってくることは少ないです。さらに深海まで潜ることも確認されているため、哺乳類がいなければ実質強い存在というところになります。ただし温厚な性格なので争いはそもそもしない可能性があります。実際のマンタロウも本わかしており戦わなそうですよね。ですがマンタロウ自体がとても大きいのでスプラの世界では威圧感半端ないのかもしれないです。話を戻しますが、このマンタの存在がイカ、タコ、深海生物の均衡を守る大きな役目になったのではと思います。イカとタコはそれぞれ秘術を、深海生物はマンタの威厳、この絶妙な三角関係によってバンカラガイが今も均衡が保たれているのではと考えます。なんならマンタロウの柔らかい雰囲気が種族間の仲を取り持った可能性がありますからね。釣り身連合の過去にちょっとだけ触れたいと思います。やんちゃな悪童3人組、これ実は外から見た印象なのではないかと思っています。生かした義足という登場のセリフがあるように、この3人はその力を使ってバンカラ街で悪さをする奴らを懲らしめていたのではないでしょうか。ただそのやんちゃっぷりを見ているとかなりド派手に懲らしめていて、悪童と勘違いされていたのではないかと思います。過去はド派手にやっていたとしても、現在ではヒーローモード出てくるくらいの暴れっぷりで抑えているのではないかと思います。自己紹介がオルタナでしたしね。それに現在も本当に悪いことをしているのであれば、フェスでの盛り上がっているイカたちがある意味恐怖映像になってしまうので、さすがにあんなにはっちゃきれないと思いますね。バンカラ街の治安を維持するための悪い奴らをボコボコにしていたらこの名前がついたのかと思います。だからこそ義賊という登場セリフがついたんでしょうね。いかがでしたでしょうか。メーカーの秘術は元はイカタコを倒すための手段だったのではないでしょうか。さらにバンカラの治安を維持するために力が必要だったのではと思います。そして治安を維持する方法として継承されていくという流れになったのではと考察します。イカタコの歴史を振り返るとかなり大きなバトルを起こしていることもあったので、それに勝つための手段としては選ばないということも考えられたと思います。それが今回の秘術につながったというのが僕の考察ですね。ということで、ここまでご視聴の方ありがとうございました。応援してくださる方はチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。今後に関しては、こういった考察を交えたり、あとはガチマッチ、マップの解説、そういったものもしていく予定ですので、そちらの方もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。